はい、こんにちは、アナちゃんです、本日は火曜日、なるほど音楽の時間です。今日はね、もうアンプして演奏するメリットについてちょっとおしゃべりをしたいかなと思うんですよね。皆さんコンサートに行って楽譜を見ながら弾いている演奏者と楽譜を見ないで弾いている演奏者って意識されますか？音楽ジャンルとかにもよると思うんですけど、多分ね、皆さんそこまで意識されてないと思うんですよね。別に楽譜見てても楽譜見てなくてもどっちでもいいじゃんみたいな感じのね、そういう人が多いかなと思うんですけど、私もね、バイオリン始めた頃は、まだ目が見えていました。でその頃は楽譜見ながら基本的に練習をして、で例えば発表会とかが近くなってくるとね、発表会で弾く曲はアンプして弾きなさいとかって先生に言われて、楽譜を覚えて、で発表会の時は楽譜見ないで弾くっていう、大体クラシック系の音楽習う人はそういう道をね辿ってきてるんじゃないかなと思うんですよ。でもクラシックでもオーケストラとかね、ああいうのになってくるとやっぱり、曲の長さとか、弾く内容もね、こうソロ曲みたいにずっとメロディーを弾くとかじゃないし、やっぱり楽譜見ながら弾いてますよね。で音楽仲間に聞くと、ポップス系、いわゆるポップス系のバンドなんかだとやっぱりアンプっていうのは必須みたいですね。譜面台が置いてあると、見栄え的にあまり良くないからっていうことなんでしょう。だから、必ずアンプさせられたなんていうふうに、聞きますけど、私アナちゃんは今では全盲ですから楽譜を見ながら弾くことはできません、ね、楽譜見えないからね、普通の楽譜で。一応点字の楽譜ってのがあるんですよ。でも点字の楽譜って、点字って指で触って読む文字じゃないですか。だから楽器を弾きながら点字を読むことはできないからね。やっぱり点字楽譜を使おうとも、結局少しずつ少しずつ楽譜を読んで、一曲丸々全部頭の中にインプットしないと、その曲はね弾けないわけで、だから楽譜使おうか使う前がアンプが必須条件なんです、演奏する以上。でじゃあね、楽譜見て弾く演奏者ね、私なんかからすると羨ましいですよ。やっぱりどんどんね、その楽譜見えれば覚えてない曲でも次々弾いていけるじゃないですか。だから仕事の幅も広いしね。で初見なんて言って、こうすぐに渡された曲をすぐこう弾くことが得意な人なんかはね、いろいろこう、重宝されてスタジオ系の仕事とかねあるし、あと最近はね、iPad なんかで楽譜検索すると出てくるから、急なお客さんのリクエストとかにもね、あーちょっと待ってくださいとかって言って検索して、その楽譜見ながら弾く人とかもいるらしい。羨ましいですよね、私からするとね。でも私はアンプして弾かなきゃいけないわけだから、そういう人間である以上、アンプして弾くことのメリットっていうのを、知ってなきゃいけないかな、語れなきゃいけないかなと思うんです。でね、さっきの、譜面台がなくて弾けるっていう見栄え以上のところで何かメリット、アンプするメリットがあるのかなって考えた時に、私はね、アンプの段階って2つあると思ってるんです。1つは覚えたての頃ってね、楽譜を頭の中で追ってるんですよ。次どうなるんだっけ、ね、そうやって頭の中でドレミファソラシド楽譜を追っている段階では、私は絶対に楽譜を見ながら弾いた方が演奏は安定すると思ってるんです。次はどうだってことばっかりに意識してるから、それだったらもう 見ながら弾いた方が絶対にいい演奏ができる。でもそのアンプの2段階目に行くと、全くね、楽譜なんか頭の中からないんですよ。つまりいい意味で楽譜以外なこと、余計なこと、いい意味で余計なことを考えながら弾ける。そうなってくると頭の中のキャパシティっていうのがこう余白ができるわけじゃないですか。そこでいろいろな抑揚であったり感情であったり、
よりその曲に楽譜以上の魂が吹き込める段階になるんじゃないかな。まあ、つまりその段階までいかないとアンプはメリットがないということですよね。常にその段階までアンプしてこれからも演奏を続けていきたいと思います。よかったらチャンネル登録もお願いします。アナちゃんでした。